人仲いいんですよね、多分。そうですね、同じジャパン同士で。ジャパンですね。さあ、立浪選手からの国。1.07 センチ。さあ、馬場義久選手。これもっと近いですね。0.83 で馬場義久選手先行の501ベストオブ5スタート。はい。さあ馬場義久選手スタートがね少し悪いんですよ彼は。うん、スタートは少し悪いんですけど、こう合ってくるともうすごいバチバチになってきて、とにかくダブルが強いですよね、馬場選手は。そうなると鍵はやはりあの立浪選手が立ち上がりが強くなかったら、もうそこで一気に流れをつかみたいところです ね、 そうですね、ブレイクで。立ち上がりがね馬場選手ちょっと悪いので、立浪選手はそこをつければいいんですけどね。そこで自分の流れに持っていって、まあ、まず自分のキープで次のレグをキープして、もう相手にプレッシャーかけたいですね。はい、だからファーストレグはね、あのチャンスがあると思うんですよ、ブレイクチャンスが出てくると思うんですよ。だから セカンドレグサードレグになると馬場選手が強くなる感じですね。いいとこつけますね。いい位置につけてますね。ですよね。本当。はい。はい、140ですよっていうとこつけてますよね、1投目。はい。もう、あ、2投目、3投目入るなっていうのがもう画面越しでも伝わってきます。ですよね。少し気になるのが、馬場選手いつもより夜角がちょっと立ってんですよ。そうですね。あの前回見たときは割とフラットな感じだったので。そうなんですよね。夜角がちょっと立ってるんで、これがいい兆候か悪い兆候かは分かんないですけど、いつものダーツと違いますね、馬場選手。来ましたね、立浪選手。このレグは俺が取る。そういう気迫が。ですよね。それとやはり馬場義久選手のこの入りがね、ちょっと悪いっていうのが。23!トライ行く狙いですね、ここはね。狙う感じですね。もうその辺はもうあの結構自動運転なところもあるんですよね。なんかもう普段相手が上がり目あろうがなかろうが投げ慣れてるのか、こうやってるからこうだみたいな。はい。さあそしてトリプル捉えて8ダブル、いやー決める、すごい 14ブレイク。このブレイク大きいですね。ちょっとやばいですね、立浪選手。いや本当ミスがないですよ、ずっと。結構自己的にはひどかったんですか。自己的にはまあだいぶ車の修理がありましたね。ああ、それな、はい、結構衝撃だったんですね。そうですね。もう僕はあの停止状態だったんで、後ろがあの、ブレーキまあ遅かったのか、ちょっと強めでしたね。ナイスです。止めて。いや今の中断全く影響されてなかったですね。さあただ馬場選手もここから上げてくると思いますけどね。ここからこう上げてくるのが馬場選手だと思いますけど、ただ立浪選手がねいきなりブレイク投げてきてますからね。すごく生き生きと投げてますね。いや気持ちよく投げてるな。140。いやでも立浪選手本当強いんですよ。今ランキングも上位ですよね、このフィドツアーの方も。
立浪選手、そう結で構す身長ね。高いんですよ。順位ちょっと見せてくれる、後で。ツアーの。そう。さあ、ここも捉えてくる。ノリノリですね、立浪ノリノ選リで手。すこのね。こ勢いでれ、いきたいキッですプね。されると、少し馬場選手も苦しくなってくるのか。さすが、2本揃えてきだましけた。ど、待ったをかける馬場選手。あり、まずは、161、残り。上がり目出してきましたね。はい。トリプルからのトリプルダブル11。このゲームに関しては、まだ100%ですからね、決定率。いやいや、ダブル強いし、なんちゅう強さなんですかね。滑り出しがね、少し悪いって、馬場選手のこと言ってましたけど、2レッグ目ぐらいからこう上げてくる感じなんですけど、まあ11ダースされればね、もうどうすることも、9ダーツするしかないっていう話ですからね。ここは何が何でもキープしたい。まず一つ取りたいところ。もう後がないですからね。手つけられないですね、もうこれね、こうなったら。じゃあ、これは止めるの難しいですね。こんな感じだと。PDC の選手とも止められないですよ。11ダースとか連発されたら。着々と勝利へ削っていく立浪光彦。あとはゴールライン見えたらどうなるか。そうですね、勝ちが見えてくるとね、ミス増えてきますからね、そうですね。勝ち急ぐっていうかね。ただこれ2-0なんで、どうなんでしょうね、馬場選手がどっかで起死回生の一発、トーンエティっていうのをね、出したいんでしょうね。トリプルが2本欲しい場面ですけれども、なかなか追いつきたいですね。いいとこつけてるんですが、絡みません。さあ、そしてちょっこと、のまま投げると思いますが、琉球。ちゃんと自分止めましたね。ノリノリ。ノリノリなんでね、そのまあでも合ってるんでね、そのまま行ってもいいんでしょうけどね、60絡めれば。点差があるので、さあ、だけど上がり目出してきましたか上がらりね、目馬出場し選ました、手さすも。が。さあ、ここ、ワンチャンス。ワンチャンスですね。トリプル絡んで、五一一の、で。ナイスアレンジで、さあ、ワンチャンスですね、これ。アレンジまで。さあ、アレンジまでですね。ナイスアレンジ。ここは18ですかね。16のラインが好きな。いや、あ、10こ行きこはました。10いったんですね。はい。てっきり全部16に合わせてる感じだったので。ですね、これはもう14トリプルですね。さあ、そして、決まらず。決まらず。こういう局面、馬場選手強いですからね。
面白いじゃないですか、決めるんじゃないですか、ここさすが1本目で。さてこれでちょっと流れが変わるのか、それとももう立浪選手がもう、まあ、さっきのは高校だったんで次は先行レゴですよね、現実に。だから立浪選手がこのレッグのスタートですね、140、180くれば馬場選手も厳しくなるでしょうけど。そうですね、スタートがちょっと注目ですね、このレグの出だし注目です。立浪選手のあのカード、あれライオネル・リッチですか。これちょっと分かりづらいですね、こちらから見にくいですか。あれライオネル・リッチじゃないですか、ね。はい、まあ、そんな年頃ですもんね、立浪あっとちょっと手が、あー121取ってきた。だけどちゃんと修正してきますね。ナイススタートです。さあ馬場選手な、コメント欄でリッチーですって来てますね。あ、来てます。これはノリノリですね。いやー、これは勝利へのトンエイディと言ってもいいかもしれないぐらいのダーツですね。今日トンエイディ、立浪選手トップじゃないですかね、なんか見た感じですと。いや、しょっちゅう出してますね、立浪選手。はい、本当漫画のキャラクターみたいなんですけど、本当に強いっすね。いや、素晴らしいダーツです。今日は本当に優勝候補じゃないですかね。いや、本当に今日はもうバチバチですね。まあいつもねいいダーツするんですけど、今日は本当に調子いいですね。さあトリプルダブル、いや、すごいわ。決める。いや、今日はサニーデーになるんじゃないですか。ですね。11、12ですよ。Control.